スライド山はキャッツキル山地の最高峰。キャッツキル山地は米国ニューヨーク州の中部にある緩やかな山地で最高峰はスライド山である。自然に溢れた地域でニューヨーク市民だけでなくアップステートニューヨークに住む人々の保養地になっている。ペンシルベニア州からニュージャージー州、ニューヨーク州に広がるアレゲニーコーチの一部で、また 米大陸の東海岸を南部はジョージア州から北はメイン州まで北上しているアパラチア山脈の市脈とも考えられる。この山地からたくさん小川がハドソン川の中流とその支流のモホーク川およびデラウェア川に流れ込んでおり、これらの小川に作られた貯水池からキャッツキル洞水路とデラウェア洞水路が引かれていてニューヨーク市の人々の主要な水源になっている。 産地全体は自然に溢れた地域でニューヨーク州立キャッツキルパークが設定されていてニューヨーク市民だけでなくアップステートニューヨークに住む人々の保養地になっているニューヨーク市の金持ちの多くが別荘をここに持っているニューヨーク市にはユダヤ人が多いことから以前はこの産地はユダヤ人のアルプス山脈とも呼ぶと言っていたが最近は人種差別用語扱いになり そうした表現はあまり使われていない。主な山、主な湖、貯水池、主な観光地、主なスキー場、キャッツキルさんの、日の出、トマス・コール、1826年、キャッツキルさんの秋の、風景、アルバート・ビアスタッドキャッツキルさんの山の家、ジャスパー・フランシス・クロプシー、キャッツキルさんちのオンラインガイド、ありがとうございます。